たらこ、たらこだし巻き卵とママが作ってくれたお肉のささみのレンコンの大葉のです。いただきます。これは卵をつけなくてもうまい。さあ、まあお昼ご飯の時間帯ですよね。でもこれは私にとっては朝ご飯なんですよ。昨日寝る前に家中のグミを集めました。えぐかった。待って、こんなにうちにグミあったのっていうレベルの量だった。見てほしい。後で紹介するね、私が持っているグミ、グミ。でね、これからねメイクをして、ストップストップ、今地震起きたよね。大丈夫？大丈夫かな？大丈夫なのか？大丈夫か？
メイクして新しいグミを買いに行って、グミに囲まれた写真を撮るっていう今日のミッション。ワールドグミ部じゃない、ワールドグミ研究部。研究しなきゃだから、一応。でね、なんかね、昨日私適当に絵文字つけたの X で、したらさ、どうやらさ、磯部のさ、ワールドグミ研究部のさ、地球の絵文字はさ、どの大陸が見えてるかが重要らしくてさ、知らんくて、そんな地球っていう絵文字に何個も種類があるの知らなくてさ、違う地球使ってたらしい。何大陸が見えてればいいの、あれ。部長から叱られてない、ファンの人に教えてもらったの。あ、そうなんと思って、こだわりなんだ、ごめん、全然違うやつ使ってた。で、どれが見えてれば正解なの？ルアのさ、ファンの人のさ、あれを見れば。これね、オッケーオッケー、この真ん中のやつ。了解です。なんでそれなの？ワールドって打ったら勝手に地球の絵文字が出てきて、それを使っただけなんよ。何のこだわりもなくて、私はピピッピピピピってツイートして
知らなかった。今度から気をつけます。なんか最近さ、自分の部屋でさ食べ物を食べすぎて、部屋が食べ物臭になっている気がする。あのきゅうり食べてるときはきゅうりの塩だれにごま油を使ってるんですよ。なんかゆうの部屋入ったらちょっとごま油の匂いするとか、今日もきゅうりつけておいてる？なんでわかるの？今は4本。やってきた。で、お家のキュウリがなくなるのでやばいです。昨日はキュウリ食べなかったんよね。とりあえずお腹が満たされました。ごちそうさまでした。4本だとどれぐらいなくなる？結構すぐだよ。デザートはこちらです。ショコラオレ。うまっ！うまっ！おいしい。チョコレートドリンク大好き。メインよりカロリー高そう。わかる。わかるわかる。ユウもそう思う。今日はそんなに雨降らないんだね。曇り？
お出かけしないけど、グミを買いに行かないと。いや、昨日のワールドグミ研究部のペタググミの紹介のポストが3万回も見られてて、なんだなんだって感じで、本当にありがたい。休憩終わるので離脱します。ありがとう、合間を縫って来てくれて。そういえばシロちゃんと仲良しなの？クロちゃんね。それ何かと思ったんだけど一瞬。え、クロフェスでお会いしただけ。多分おそらくね、グミのポストがちょっとだけおすすめみたいなの載ったのかな、わかんないけど、それでフォローしていただいた。覚えてていただいたのか、本当もグミの投稿でいいねって思っていただいたのかちょっとわからないんですけど、クロちゃんさんはあれだもんね、アイドルが好きなんだもんね。
めちゃめちゃ素敵な方でしたよ、お会いした時。今まで結構たくさんの芸人さんに意外とお会いさせていただいてるけど、もう本当皆さん素敵な方。初はそうだね、ロッチさんだわ。そうです、大西ライオンさんもお会いしたし、そうだね、浜口さんにもお会いしてるわ。フェスの MC をしていただいて、そのしっかりお話はしてないけど見るみたいな、そこにいらっしゃるみたいな感じはめっちゃありますね。で、ちょっとお腹が満たされたので、グミを皆さんにお見せしたいと思います。じゃーん、これ全部グミ、やばくない？やばすぎない？そう、それでまた買いに行こうとしてる。やばいやばい。これさ、だってさ、紹介し続けたらさ、93個いけちゃうよね。はい、これは昨日紹介した、今日も冷めてる、鮫島は今日も冷めてる。これ次、マロッシュコーラ味ショコラフルグミ、ヘタグーグミ、コーディグミ、これダイソーに売ってるめっちゃ美味しいんよ、むけるグミ、これ日野さんにいただいたシャインマスカットグミ、ピュアラルグミのリンゴ、香水グミ、グミ
北海道ハスカップグミ。ピュレグミ。ぶどう味。ピュレグミ。桃。ソーダ。幸せ桃ソーダ味。開けてんのばっかだよ。タフグミのピーチ。シゲキックスの梅。これお気に入り。シーケアのブドウとレモン。ブーストバイツ。プリンアラモード。ライフガードグミ。水グミのノンシュガーのやつ。これほらみんなが大好きなユーハ味覚糖のご当地プレミアム、富良野のメロングミと有田みかんの。昨日紹介した藤色サイダーのやつ。シルバイス。これちょっとあれなんですけど、大玉チョコボールのマスカットグミ。ホワイトチョコの中にマスカットのグミが入ってるグミチョコ。マロイグミ。これ見つけた。ずっと探してた。なんだっけ、バナナミルク味。これめっちゃ可愛いよ。あとはピュレグミのプレミアムの台湾サンライチスパークリング。終わり。いや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 、すごいね。やばすぎ。まあこんだけ食べてたらそりゃグミに詳しくなりますわって感じだよね。水組の水組、これ氷組。これはね、全部食べても38キロカロリーしかないの。しかも、あのさ、小グミってあるじゃん。ちっちゃいサイズのさ、4種類ぐらいのグミが一つの袋に入ってるやつ。あれぐらいの大きさなの。ぶどうの形してて。味ないの？あるある。巨峰味。同じグミでも味が違えば1種類にカウントする。するするする、それはする。こっちは普通の水グミより爽快感が強くて硬い。何個あるんだろう。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27種類ですね、今は。昨日ペタグーグミのぶどう味全部食べちゃった。あれがあったら28だったのに。こんにちは、最近グミ買ってないのでおすすめありますか。おすすめ、今売ってるやつででしょ。これ美味しかったよ。これとっても美味しい。香りがすごくいいんですよ。まず匂い嗅いじゃうからな。超甘いマスカットの匂い。こんにちは。食べ終わった袋は収集してるの？してないんだけどさ、やっぱさ、したくなっちゃうわ、これ。こんだけあったら。どこに売ってるの？これは、普通にコンビニとかでも売ってる。新商品だよ。やっぱりグミチョコ強いんだよね、私の中で。スーパーはね、見たことない。どっちかっていうと新商品系はコンビニが強くて、こうもうレギュラー化されてる果汁グミとかフェットチーネグミとかピュレグミとかピュアラルグミとか、もうなんかコンビニにもドラッグストアにもスーパーにも売ってるような、そのレギュラー化したやつがダダダダダって多いのはスーパー。こんにちは。ハード系のグミが好き。ハード系のグミはこんな感じで、これ明治さんのグミの特徴なんですけど、ここに食感のチャートが書いてあって、これ一番明治さんが作ってるグミシリーズで硬いやつなんだけど、これが5に近いければ近いほど硬いから、このチャートを見るといいよ。味はまあ好みがあるから、こんにちは。タフっていうグミ？あ、これですか？これいろんな種類あって、私が今気になってるのはこのタフグミって、今まで出てきたタフグミ、いろんな味、キウイとかパインとかあのブドウとか、今まで出てきたタフグミってだもうほぼこの形、四角、正方形のちょっと大きめのグミだったんだけど、新商品でこれのちっちゃいのが2種類の味だったかが入ってるやつが出て、
ハードグミだけど小粒みたいな、そういうのもある今。何でも聞きたまえ。私もハードグミが好き。ちょっと待って、ちょっと待って、ここにあると邪魔ですね。おいしょ。待って、まだあった。やばい。ここ探してなかった。まだ全然あった。ご当地グミもあるよ。ある。これは有名なんじゃない、この日本エールの。見て、ほら、これ見て、ほら、ご当地。おしゃべり会でもっともっとグミのこと教えてね。え、もちろん任せて。新商品発売当日に買いに行ったりするん？それはあんまりない。もうこれが欲しいから発売日に行かなきゃっていうのはないけど、だいたい目星をつけて、これ今回は買いたいなとか、たまたまフラッと入ったコンビニで、あ、これってなって買ったりとか。苦手だったけどなんか食べたくなってきた。嬉しい、嬉しいな。グミって作れる？なんかさ、チーク菓子にさ、グミ作るやつあるよね。いつからハマってるの？自分で、自分のお小遣いとかでお菓子を買えるようになってからだと思うから、多分ずっと好きだったけど、本格的にグミを大量に食べ始めたのは中学校後半とか高校生入ってからとか。
グミっておやつ感覚なの？おやつ感覚だよ。こんにちは。もちろんおやつ感覚。さすがに主食じゃない。でもね、めちゃめちゃグミ食べるとお腹いっぱいになるからね。高校の1時間目2時間目の間、2時間目と3時間目の間、3時間目と4時間目の間、ぜーんぶグミお腹満たしはグミ。グミ食べすぎてグミの印象強すぎて、友達から誕生日プレゼントグミだった。そしたらすごい太った。しっかり考えて食べないと太ります。学校に持ってってよかった。うん、高校は高校は結構ね、自由でしたよ。メイクしていきますか。グミのために、グミのためにメイクするって考えたら私頑張れる。あのメイクの途中でも質問は受け付けます。よろしくお願いします。いつも使ってるけど、こちらもグミみたいなピン。まだメイクしてなかったの？うん、スピン。バキバキに酸っぱいおすすめのやつ。グミでバキバキに酸っぱいのってもなかなかないんですけど、やっぱりシゲキックスは酸っぱいんじゃないかな。周りの部分がもうあのクエン酸とかのやつじゃないと。こんにちは。こういう酸っぱいって歌ってる商品はまあ酸っぱいんだけど、レモン味とかってまあ言うてもグミだからさ、甘酸っぱいになってしまうんだよね。バキバキに酸っぱいって言ったらやっぱりシゲキックスがいいかな。甘酸っぱいやつでおすすめ。まあピュレグミ、ピュレグミはそのグミ全体として甘酸っぱいんじゃなくて、周りが酸っぱく、周りの粉とかザラメ部分が酸っぱくて中のグミは甘いっていう。
男梅グミ大好き私。でもあれ酸っぱくない、全然。ちょっとしょっぱい。苦手なグミ、苦手なグミはないよ多分そんなに。ただその柔らかいものよりはどっちかっていうと硬いのを選んでしまうし、何個か味があったら柑橘系を避けてしまうっていうのは思います。コラッパグミだね、ラグミちゃんと。何時まで配信の予定決めてない。よし、まあこんな感じで終わりますかっていうぐらい気持ち。昨日そのグミ買うときに果汁グミのあれ何と何だったんだろう、スイカとマンゴーだったかなの味の新商品で出てて、うわー気になるって思ったんだけど、その食感チャートが2だったんよ。果汁グミって大体全部2なんですけど、たまにね同じ果汁グミなのに食感チャートが3の時も、3の種類味もあるんですけど、弾力プラスが4ね。果汁グミの弾力プラスがあの食感チャート4で2だったから、うーんと思って買わなかったんよね。でもめっちゃ気になる。もうインスタのさおすすめがグミばっかりなんよ。だからあ次こんなの出るんだみたいな。あとセブンイレブンの何月何日発売のお菓子何選みたいな。写真撮るからな。
ピンじゃないわ、テロップ。グミモチベ上げてこ、みんな。でもユウがさ、配信でさ、グミの話ばっかりするからさ、ユウの配信来てくれる人みんななんかグミ好きっていうか、今までそんなグミグミって感じじゃなかったのにさ、ハマってくれたりしたんだよね。一時期すごかったよね。一時期こんにちは。なんかリコチに似てるとこあるな、だって。わあ嬉しい、言われる結構言われる。顔がとかじゃないよ、あのテンションとか。笑い方とか、好きな食べ物とか。メンタルがちょっとジェットコースターになってしまうところとか。こんにちは。自分はリコチから来ました。似てるとこあるのはわかる。うわ嬉しい、嬉しい。だってみんな、やべ、ワンピースってか部屋着が真っ白白に。嘘、もうお仕事、あ、頑張れ。見てほしい私の真っ白白。ほら、うわぁ、やば。私はこの服の心配はしていない。高いのにって思ってんの。パウダーこれ高かったのにって思ってんのよ。洗濯、
紫ばっかり。しかもしかもね、これねめっちゃ人気の色でね手に入らないのよ。せっかくゲットしたのに。これ部屋着、お洋服じゃない。はい、なんかさ、ここのこの眉毛、この眉毛成長が早いんだよね。こんにちは。なんかこんにちはラッシュしたる。15時じゃないのに。こんにちは。なんで？なんでこうなってるの？グミにさ囲まれる写真さ、髪の毛髪型どんながいいと思う？1時から午後のお仕事だから。あ、そういうこと。お仕事前にってことはありがとうございます。皆さん お忙しいのに。あ、それ用のメイク。そう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 。そのために今頑張って盛ろうとしてんの。いつもさ、
初見さんにフォローしてもらおうとか思ってさ頑張ってメイクしてるけどさ、今日は本日はグミのためのメイクでございます。こんにちは。眉毛が黒いから持ってこ持ってこ。やっぱりスピンだと顔が薄くて全然可愛くないんですよね。何色系のメイクね、どうしよう。私肌がさ白いわけじゃないからさ、肌白いと結構何の色でものせるとあ色が発色してるってなるんですけど、私は濃い色じゃないとさあんまり カラコン入れたい。でも配信ではな入れないで、まあどうせねカメラで直接会うわけじゃないからゴリゴリの化粧はしなくて。カラコン何色？私がいつも使っているのは、いつもではない、メルティーベアってやつ。こういうやつ。配信ではつけません。ずっと気になってたんだけどさ、なんでさ点点点なんだろう。いろんな人見るから点点点。ずっと気になってた最初から。
なんか、私のイメージね、てんてんてんってちょっとこう申し訳ない感じとかさ、ちょっと気まずい時とかさ、結構マイナスな時に使うイメージなのね、てんてんてんって。だからなんでそんなさ、びっくりマークにしたらいいのにとか思っちゃう。偏見なんだけどね、この点々点に対する偏見。そろそろ仕事戻りますね。頑張ってね、みんな。あ、みんな一時とかの。頑張れみんな。なんかさ、気まずい感じが流れるんだよね、私の中で。てんてんてんって。びっくりマーク。強めのイメージがある。あー、元気な感じでいいんちゃん。私はめちゃめちゃびっくりマーク使っちゃう。メールとかチャットとか撮ってくれてる人はわかると思う。オッケー。じゃあ、あ、わかった。このびっくりマークは強いって感じるんだね。わかったわかった。じゃあ、あれだな。白いびっくりマーク。絵文字のこの赤のびっくりマークじゃなくて白いびっくりマークあるじゃん、これいいんじゃない？それは強すぎないんじゃない？使ってみて。ポキちゃんびっくりマーク。そう、見えない。見えないんだけど。うわは、見えません。なんかこっちのハートの、ハートのびっくりマークはポキちゃんみたいな感じだね。
ねえ、漏れない、どうしたらいいの、もうちょっと、気合入ってっからさ、やっぱり。昨日は漏れない、でも昨日は10分メイクだったから、まあ漏れなくてしょうがないかって思ってたんだけど、こんだけ時間あるのに。時間関係ないってことか。失礼なやつ。頑張ってるからちょっと待って。なんかね、ポキを2番目の女としてる人たちはすごいいじってくるの嬉しいけど、面白いけど、めちゃくちゃ。ほら、そんなことないよって言ってるこの人たち、みんなほら2番目の女で、この笑ってる人、でどうしよう、髪の毛も決まらない、提案して、おじさんには荷が重いので若い女性にお願いしたい。いないんだってば、若い女性ファンが3人くらいしかいないの、本当に。勘弁してよ。なんかツインテール人気だね。でもいいの？21日にさ、おしゃべり会で、やるのに、それより前に。
そして高めがいいの？ここら辺とかどうかな？ここら辺からこう、ここはちょっと低いか、ここはおしゃべり会ここにするとしてさ、ここら辺よし、やっと7割ぐらい終わってきた。長い。タン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 。体育館の西側の階段とすれ違う唯一の場、偶然昼休みに何度か通っただろう。君の姿探してたんだ。聞き覚えのある声、思わず振り向いたら見事叶うように、向こうから君が来た。よいか、よいかと。今日は下まつげも描いちゃう。描かない、間違えた。塗っちゃう。私下まつげね、なんかそんな言うほど素晴らしくある方ではないと思ってたんだけどね、こないだねヘアメイクさんにね、下まつげ綺麗だね、こんなたくさん長く生えてるのすごいみたいな言われて、あ、え、私って
下まつげあるんだって、もっとバッサバサに欲しいけど。下まつげ褒められた。理想の下まつげ、レイナさん。よし、あとはハイライトとチークとリップでおしまい。この話したっけ、なんか前に公演の時にねメイクしてて、私が多分ちょっとハイライトつけすぎてキラキラしちゃってたのね、顔がっていうか鼻が。したらなんかななみさんが近づいてきて、ユウの鼻をこうシャーンって撫でて、ちょっと余計なハイライトを取ってくれて、しかもそれを自分の鼻にこうやってつけて、メイク直ししてくれた。こんなもんですかね。そう、ハイライトお揃い。リップどういう色にするか迷うね。
できました。ごめんなさい、急に大きい声出して。起きたままの寝癖配信しちゃって出来ました。よかった。こんにちは。でツインテールを次どこにするか。巻くとしてこれだと低すぎるでしょ。くる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 。ここも良くない？ここも可愛い。このちょっと耳上ぐらい、ここ可愛いよね。ここだとさちょっとさ高すぎない？おしゃべり会のとこ時はお話し会の時はここだよ。もうみんながここって言うから、お話し会の時はここにするけど、今日はここかな。ちょっと一回やってみよう。両方待って、これ今やっちゃダメだ。グミ買いに行くから。グミ買いに行く前にこれやったら、
で買いに行くのは嫌だよ。危な危な。そう、グミ買いに行こうって思ってて、また後ほどね、配信するときにツインテールにして、これで写真撮ってきまーすって。初めてのお使いみたいになっちゃうよ。今日セブンイレブンの日、セブンイレブンでお買い物してくる。後で巻くから寝癖じゃなきゃいいよね。そうなんよ、私こんなさ、張り切ってさグミグミ言ってるけどさ、部長ルアなんよな。全然私部長じゃないですけど、いいですかね。
次長も頑張らせていただきます。副部長かと思ったら次長なんですね。あ、そうなんですよ。兼務します。兼務じゃない、間違えた。兼任するわ、副部長と次長。勝手に言ってるし、ルアーの何も許可も何もなく、私がじゃあ副部長と次長を兼任してとか。誰誰なの私は。こんにちは。では行ってきますかね。買い物に。また後ほどツインテールをするから。ツインテールと買ってきたグミ紹介。ではいい感じに漏れました。漏れました。誕生読む。13位つんちゃん、ありがとうございます。12位かおさん、ありがとうございます。11位かじぽんさん、ありがとうございます。10位マシュマロチューン、ありがとうございます。9位あかりちゃんさん、ありがとうございます。8位ちたさん、ありがとうございます。7位音速の貴公子さん、ありがとうございます。6位太郎さん、ありがとうございます。5位ビールバラさん、ありがとうございます。4位まこいもさん、ありがとうございます。3位ポンスさん、ありがとうございます。2位山ありさん、ありがとうございます。1位リュウさん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。それではまた後ほど、ごきげんよう。バイバイ。午後のお仕事も頑張ってね。バイバイ。Yay.